ファンファンベルマーレ料理対決があります。おー、ということで、今回は、選手とオンラインでつながって料理対決をしていきたいと思います。もう早速ですね、もう登場してますけども改めてご紹介します。タチ選手、谷選手、はい、鈴木選手です。お願いします。もうね、初見だったらもうちょっと突っ込みたいですけど、でも全然、あの何そのエプロンはなぜその、いや、服汚れる服汚れる、服があの、皆さんエプロンつけてもいいんですけど、料理できる人の常識でしょ、エプロン。大丈夫ですか、エプロンの方は。あ、大丈夫です。ありがとうございます。それは大丈夫ですね。ということでですね、今回はですね、お題に沿って、皆さんで料理対決をしてもらいます。どうやって対決するかというと、その作った料理を最終的にはツイッターで投票しますんで、はいはい、なのでしっかりと作ってもらって、皆さんのもうこれをしっかり出してください。いいですか。はい、準備はいい。OK、じゃあ早速、今回の料理のお題をお伝えさせていただきます。何でしょう。オーダー、オムライスと副菜一品よろしくお願いします。いやもう長い間知ってるんですね。はい、ということでもう皆さんには食材も用意してもらってますので、制限時間30分以内にこのオムライスと副菜を作っていただきます。もう皆さん準備、あ、もう気合入ってるわ。それでは料理スタートでございます。行きましょう。さあ、始まりました。もうね、30分なんで、あ、じゃあ玉ねぎがさばいていく。はいはい、じゃあ気まぐれクックやろ。